時間もいただいて、すごい時間を過ごされて、ありがとうございます。なんとなく清々しい感じはします。結構なんか人生の転機じゃないですけどが訪れた。本当になんかブラッシュアップできているなっていう実感が湧きますね、札幌にいた時より。そうですね、デザインとかに関してはやっぱりネオホークでしげさんと一緒にやっていく。で、新たに街中のゲストハウスの横で、リノベーションの拠点のようなものを整備していって、まあ、ワークショップとかものづくり系のイベントとかをやっていきたいなって思いました。先に卒業した小丸さんとか山田さんとか立川さんとかになんか聞きながら一緒に何かやれたらいいなと思います。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。